松浦鉄道西九州線。西九州線は、佐賀県西松浦郡有田町の有田駅から、伊万里駅、田平平戸口駅を経て、長崎県佐世保市の佐世保駅に至る松浦鉄道の鉄道路線である。旧国鉄特定地方交通線であった九州旅客鉄道 JR 九州松浦線を1988年に第三セクター鉄道に転換して開業した路線であり、北松浦半島を回る形で沿線市町を結んでいる。路線の半分は国道204号と並行して走っており、車窓から道路を見ることができる。また、佐世保中央駅と中佐世保駅の間の距離は200メートルで、鉄道線としては、筑豊電気鉄道線黒崎、駅前駅西黒崎駅間と並んで、日本で一番短い。佐世保市吉井町の福井川にかかっている福井川、橋梁は竹筋コンクリートで建設された可能性がある、項目参照。2006年9月、文化審議会の答申により、福井川橋梁を含む千竜ヶ滝駅、吉井駅間のコンクリート橋梁3本が国の登録有形文化財になることが決まった。松浦線からの転換当初は、有田駅、伊万里駅、佐世保駅、一部は JR 佐世保線廃棄駅間の全線を通して運行される列車も存在したが、1992年7月15日改正で、伊万里駅を境に運転系統が分かれ、同駅をまたいで運行する列車はなくなった。また特記ない限り単行、1両編成の普通列車であり、後乗り前折り方式のワンマン運転が実施されている。列車番号は、佐々駅佐世保駅間が100番台、田平平戸口駅佐世保駅間が200番台、伊万里駅佐世保駅間が300番台、松浦駅、田平平戸口駅発着など区間便が400番台、伊万里駅、松浦駅間が500番台、有田駅伊万里駅間が600番台。快速列車は3桁の列車番号の頭に1が、JR 佐世保線直通列車は6がつく。朝、夕方は1時間に2から3本、その他の時間帯は1時間に1から2本、程度運行されている。この区間の途中駅を、始発、終着とする列車はなく、全列車が有田駅伊万里駅間で運行される。日中は1時間あたり、伊万里駅佐世保駅間運転の普通列車と、佐々駅佐世保駅間運転の普通列車が1本ずつ、合わせて2本運転されている。朝夕には、松浦駅、田平平戸口駅を、始発、終着とする列車も設定されている。佐世保駅に近づくにつれて本数が増え、伊万里駅田平平戸口駅間は、大半の時間帯で1時間あたり1本だが、佐々駅佐世保駅間は、日中は2の3本、ラッシュ時には最大5本運転される。朝夕の一部列車は2から4両に増結され、その場合は、各車両全部に乗務員が乗務し、運賃収受やドア確認を行っている。佐々駅佐世保駅間には4往復の快速列車が運行されている。佐世保駅発上り1本が夕方に運行される。以外はいずれも長時間帯の運転である。停車駅は駅一覧の項を参照されたい。また1往復のみ、佐世保駅から JR 九州佐世保線に乗り入れて、廃棄駅まで直通運転を行っている。2002年3月22日までは田平、平戸口駅佐世保駅間に快速列車が1往復設定されていた。このうち、田平平戸口駅発の下り列車は、かつての準急、九十九島、後の急行、平戸運転開始以来ダイヤをほぼそのまま、継承しており、土休日や夏休みなどには、JR 車両により、大村線経由で、長崎駅まで、直通運転を行っていた、JR 九州線内は、快速、シーサイドライナーとして運転。2000年3月11日ダイヤ改正時に、佐世保駅高架化工事のため直通運転を休止するが、その直前の2000年1月8日からは、この直通運転列車に、松浦鉄道の MR-500 系、レトロン号も使用され、JR のキハ58系キハ65型に、並結していた。このほか1990年3月10日改正から1991年3月15日までは、伊万里駅田平平戸口駅間に1往復の快速列車、停車駅は田平平子工業は、久原駅、今福駅、今福高島口駅、松浦駅、御厨駅、伊万里行は、城駅、鳴石駅も停車も運行されたが、2002年3月23日のダイヤ改正で西九州線は普通列車のみの運行となった。2006年6月1日に佐々駅佐世保駅間に通勤快速が下り1本設定され、通過駅のある快速列車の運行が復活した。通勤快速の停車駅は高良駅、田中田駅、上相の浦駅、左石駅、佐世保中央駅であった。2007年3月18日のダイヤ改正で通勤快速に代わり、快速が朝に降り4本上り3本設定された。その後2008年3月15日のダイヤ改正で夕方に上り1本が増発され、2019年3月16日のダイヤ改正で下りの一部列車が中里駅に停車するようになって、現行の運行体制となっている。このほか2008年3月15日のダイヤ改正では土曜、休日のみ、佐世保駅田平平戸口駅間に快速が上り1本、設定された。停車駅は、佐々駅までは他の快速列車と同様で、佐々駅からは終点の田平平戸口駅まで無停車だった。この快速は2009年3月14日のダイヤ改正で、大村線。ハウステンボス駅田平平戸口駅間を毎日運行する快速、平戸エクスプレスに変更れた。JR 線内は各駅停車で、佐々駅田平平戸口駅間は吉井駅と江向鹿町駅が停車駅に追加された。2011年3月12日のダイヤ改正で JR 線への直通が廃棄駅までに短縮されたのに伴い廃止され、開業時から2000年3月10日までは、松浦鉄道車両が佐世保線に乗り入れて、廃棄駅まで運転。1992年より一部は、ハウステンボス駅まで延長されており、佐世保駅高架化完成後の2002年3月23日の乗り入れ再開以降は、松浦鉄道からの直通のほか、JR 九州の快速、シーサイドライナーの一部に、長崎駅から、長崎本線、大村線、佐世保線を経て、佐々駅ま直通運転する列車もあったが、松浦鉄道の車両の老朽化で故障が増加したため、2006年3月18日のダイヤ改正をもって、直通運転は休止された。その後、新型車両への置き換えが進んだこともあり、2009年3月14日のダイヤ改正で、松浦鉄道の車両が、ハウステンボス駅まで1往復直通する形で直通運転が開始された。このうちハウステンボス駅発の列車は西九州線内は前日の平戸エクスプレスとして運行された。2011年3月12日のダイヤ改正で直通運転は廃棄駅までに短縮され、佐々駅廃棄駅間、廃棄駅伊万里駅間に1本ずつ運行する現行の体制となっている。なお、西九州線と佐世保線は、有田駅でも接続しているが、松浦鉄道の開業以来有田駅をまたいでの直通運転は、定期列車では行われたことがない。1992年7月15日の改正で、列車が大幅に増発され、昼間時、おおむね12時以降の時間帯で、伊万里駅、松浦駅間で30分間隔。佐々駅佐世保駅間で20分間隔の運行が行われ、利用者の増加につながった。しかし、その後の利用者減少により、2005年10月1日改正で、伊万里駅、松浦駅間の区間運転列車の大多数が廃止された後、2006年3月18日改正で、昼間の佐々駅佐世保駅間の列車が30分間隔に減便され、ほぼ現在の運行体系となった。西九州線、松浦線は、吉井北から東側を、伊万里鉄道を始まりとする、伊万里線、以南を、佐世保京弁鉄道を始まりとする松浦線として、建設された。当時期運搬のため、伊万里鉄道により有田伊万里間が1898年に開業した。同年中に九州鉄道に合併された後、国有化、伊万里線として順次延伸され、1944年に肥前吉井、現在の吉井駅まで開業し、松浦線とつながった。石炭の運搬のため、佐世保軽便鉄道が期間 762mm の軽便鉄道として、相浦、大野、現在の左石、湯月間を1920年に開業した。後に、佐世保鉄道と名を変え、岡本彦間専用鉄道の買収などにより、上佐世保左石から、地森谷四つ指、後の四つ井戸、吉井瀬千原間、左石、湯月間、宗の浦、実森谷間、四つ指から臼の浦間の各線を1933年までに、開通させ国有化された。松浦線国有化後は、他線に直通可能なように 762mm から 1067mm 期間への改め期が実施された。同時に、佐世保線との接続、相浦付近の経路変更、臼の浦支線の分岐駅変更などの改良が行われていい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。